ライプツヒ歌劇場は、ドイツライプツヒにあるヨーロッパ最古の歌劇場の一つ。現在、ウルフ・シルマーが音楽監督を務める。1693年創設。ドイツでは、ハンブルク歌劇場と並び最も古い歴史を有する、ヨーロッパ全体でも創設最古のオペラハウスの一つ。第二次世界大戦下の1943年12月の、 ライプツィヒダイ空襲により、創設当初の建物は全開したが、ドイツ民主共和国時代の1960年に再建され、フランツコンビチュニー式のバーグナー、ニュルンベルクのマイスタージンガーで劇場が再開された。歌劇場専属のオーケストラを持たず、伝統的にライプツィヒゲバントハウス管弦楽団が気楽演奏を担当する。ただし、 ゲバントハウス管弦楽団の他人数ローテーションに寄っているため、オペラ公演とオーケストラコンサートとは常時並行して稼働している。歴代の音楽監督には、19世紀にはアルトゥルニキシュ、クスタフ・マーラーなどがおり、以後現代にはミハイル・ユロフスキ、リッカルド・シャイなどがいる。2007年に歌劇場は改装され、バーグナーの リエンチが改装後の再開公演として演奏された。ありがとうございます。